各白、列戦主敗。各白は、中国精神、闘神の文学者、牧者。字は、慶順、加藤軍劇危険の人。文才と牧戦の術により建国間もない、闘神王朝の権力者たちに徴用され、史書や、送信機などの司会小説では、超人的な預言者、妖術師として様々な逸話が残されている。牧戦、五行。 天文歴法に通ずるのみならず、古典にも造形が深く、字画、語源、三回行に指したことで知られる。文学作品では、優先詩、甲府などが代表作とされる。関門の家に生まれ、突弁であったが、博学で文章に巧みであった。また、ほととぎすなる人物から、青農中書という書物を授かり、これによって古行、天文、牧税のあらゆる術に通じ、 イニシエの警府さや感動も忍ぐほどであったという。八王の乱により、中原は戦乱に見舞われると、各白は贅竹で将来を占い、この地が遠からず、異民族に蹂躙されることを予見した。そこで、親類、友人たち数十家とともに、江南に避難した。司書によると、江南までの道中、様々な術や予言を行い、それによって難を逃れたという。 江南に来た各白は、その後、芝江の復信労働に招かれ、彼の三軍となり、その牧税の術によって、大いに徴用された。芝江,江が、皇帝に即位する前後、その将来を占い、銅託の出土や泉の出現などの闘神中皇の正当性を裏付ける随称を予見し、芝江の長愛も受けるに至った。闘神が建国されると、各白は、皇府、南皇府を建上し、 それらは世間で大いに評判になった。元見門にも賞賛され、著作作郎に任じられ、ついで少書郎に移った。皇太子、芝章からは、その才能と学識を尊敬され、当時の有力者であった恩、両らと同等の待遇を受けた。324年、オートンが再び反乱を企て、各白にその成否を占わせたところ、なる、なしの結果が出た。 オートンはかねてから各伯が、オン、両らと親しく、彼らに自らの討伐をそそのかしていると疑っていたので、占いの結果に激怒し、各伯を処刑した。去年49、オートンの乱が平定されると、高能軍大使を追贈され、この各が父の後を継いで、カニはリンガ軍大使に至った。ありがとうございます。